何にするの？タイトル何にするの？俺としたいこと。半年で何したいって言った？何が？何がじゃなくて、笑わないで。結婚ね。1年で結婚しようって言ったら、半年で結婚しようってプロポーズされたんだよ。そんなにしたいの？そんなにしたいの？ねえ、なんで？好きだから。好きってこんなやつでいいの？メイヘラで。メイでいいの？メイでいいの？俺は、俺みたいなやつ世話してくれる子だったら誰でもいいの？誰でもいいの？配信一緒にやってくれるだから誰でもいいの？何が？いや、いいよ。結婚しますだよ。ガシガシやめてね。たぬき枠じゃないよ。ちょっと閉めるよ、湿度が。外部でやってね、ガシガシ。ツイキャスやめて、ガシガシするの。純ちゃん、連投ちょっと待ってな、後から。マキやるから、それまでガシガシやるの。誰のせいなの、こうなったの。いや、もう分かる。そういうあだ名つけたじゃん。違う、つけてないよ。じゃあなんでこうやって言われるの？分からん。誰が言ったの？何が？ガシ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 。でも私何も言ってないでしょ。お前が言ったよね。違う、今のこの配信で何も言ってないじゃん。だからてめえが昨日言ったことによってこうなってんじゃないの？だから、じゃあスルーしよう、そういうコメントは。ね。拾うからコメントが流れる。ね。他のコメント。なんで？だって何も言ってないよ、まゆ。訂正しないから。いや、ガシガシじゃないです。みんなガシガシじゃないからね。性格優しいじゃん。ゼロはガシガシするわけないじゃん。ね。もうガシガシはもうガシワンってあだ名もつけないであげて。ガシ婚もしないしね、分かった。なんで笑ってんの？違う。触らないで。ね、それ言わない約束じゃないの？こんなことやられて。ってか何も言ってないのに。いやもう待って、ルールもう破るの？気がついた。ガシガシじゃないからもうやめてあげて。傷ついたね。傷ついた。別れた。ごめん。もう止めない。帰って。本当に止めない。もう疲れるってこれ。もう本当止めないから大丈夫。追っかけない。何があっても追っかけない。約束する。ごめん。これはごめんね。ごめん。鼻毛出てる。大丈夫。抜いてあげようか。痛い。抜くなら抜いて。何回痛さ。すごい痛い。一発で抜いて。抜いてよ。気になるから。じわーってやったらいたたたたってなるから一瞬で抜いて、ゴーストみたいだからやってよちゃんと。なんで反対の穴やる？こんなことしたことないもん。普通さこんなことしないよ。こっちやれよ。両方出てるのかな。だからなんで抜かないのわからん。やったことないもん。普通さ、なんかカッターとかでやるじゃん。こうやって抜くやついないよ。ね、ガシって取れないよ、ガシって。本当別れた。ちょっとなんで？もういい。すごい出てる。やめてよ。やめてよ。ありえないマジで。え？これ鼻毛これ。消えた。ついてる？ここについてる親指と。何やってんの？やめろよ。やめて。てめえやめろよ。気持ち悪い。めっちゃ抜けた。いや。もう本当やめて。めちゃくちゃ抜けた。何なのこれマジで。これ全部鼻毛。これやばすぎない？これ長いし太いし。やめて。やめろ。やめろっつってんの。アングルもうちょっと下にして。てめえマジでふざけんなよ。口の中入ったんだけど。お前の鼻水。ごめん。ねえ。ごめん。謝れよ。ごめんなさいだろ。ごめんなさい。ごめんなさい。それはさすがにうざい。ごめん。うん。帰るもん。ごめん。ごめん。本当ごめん。やらない。帰る。本当ごめん。やらない。本当にやらない。うざいマジで。ごめん。やらない。ごめん。やりすぎた。中心にする。分かった。ね。ごめん。好きならそれぐらい。やめてね。いつも舐めてくれるから。鼻も舐めていいかなと。ちょっと本当苦しい後になるって。これ本当に段になる。痛い。ごめん痛い。その手何？その手何？何の手？何でもないよ。今の意味何の手ですか？何の手でもないよ。本当にやめて。なんかやめてって言われてやりたくない、子供だから止まらなくなっちゃう。止まんないもん、もう本当にイラつくことするよ。うん、何するの？次やったらイラつくことするよ。同じ系統にしてね。は？嫉妬系やめてね。お前みたいな下品なことしないから。嫌がらせ系にしてね。コーラ飲まないで、勝手に。なんで飲もうとしたの？ゼロワンのすべて受け止めて、ああね、受け止めれないの？は？なんで受け止めてくれないの？何を？子供の鼻くそすするじゃん、親って昔は。鼻水汚いと思うの？どうしとれよ。何やしてるの？やめて。汚い。ねえ、やめて。ちょっと耳がかゆいから。綿棒使って、綿棒使ってよ。戦うじゃん、鼻くそと耳くそで。で、俺も準備しとこう。もうくだらない、もういい。くだらないわ。ねえ、ほんとやめろよ。なんでかけるよ、これ。なあ、やめて。かけるよ。くだらない。いや、汚くないじゃん、やめて。好きな人のやつは。今日何しようかな。だからお腹すくまで何するかだよ。でも今日はゼロワンが作ってくれるらしいからね。まあ鍋なんてさ、野菜切ってぶっ込むだけだけどね。いやよ。何？いや、普通の鍋じゃないよ。ああ、そうなの？手の込んでるやつ。難しい。大変だよ。大変なの。スーパーって何時まで？作らないにしても買い物行かないとね、閉まっちゃうから。7時になったら行こう。あ、分かった。買い物。まあ、タバコ吸ったらもう行ってもいいけどね。あとなんかいるものを買わないとね。カーテンは買ってくれたし、あとこれ絵文書きやってな。ねえねえ、重いものはあなたがやって。物干し竿とか重いじゃん。洗濯物毎日やってくれてるの？やってるよ。ここの耳の裏荒れてるよ。知ってるよ。何これ？手術した？してないよ。ほら、カッターでやられた時のだよ、姪っ子の。カッターで？これ手術してるね。してないよ。見していいじゃん。いいよ。何どうなってるの？見してよ。整形痕だよ、これ。どんな整形だよ。見して、じゃあ写真撮ってよ。貸してって、最新。じゃあ見して。俺最新貸して。俺が先に見たい。見たことないんだから。ここのなんか引っ張ってんじゃない？え、こっちはないよ。だって片方だけだよ。取って。貸して。こっち取ってよ。貸して、それ配信。俺ので取って。取ってね。恥ずかしい。俺が見たい。貸してって。こっちないでしょ。だって貸してって言ってんの、俺じゃなくて。俺が先に見せてよ。だから貸して。